歌好き。歌好きは、エクシングが運営する通信カラオケ、ジョイスウンドと連携した、開員性 SNS ウェブサイトである。2006年11月15日、ハイパージョイウェーブの発売とともにサービスが開始された。自宅のパソコンや、携帯電話、i モードイ i ウェブヤフー携帯対応、ウィルコムは2009年12月7日以降非対応、スマートフォン、 iPhone は Android 対応から歌いたい曲をあらかじめ登録しておくとでカラオケ店での選曲の手間をなくすマイ歌サービスをはじめ持ち歌全国順に、カラオケ友達などのパーソナル情報おすすめレビュー等を発信したければ発信することができる招待制 SNS ではなく誰でも入会できる登録性 SNS 入会金年会費等は不要で使用できるほか 優勝版の歌、好きプレミアムが存在する。入会方法は2種類ある。なお、一つの ID に歌好きの会員情報を2つ以上紐付けすることはできない。他のサービスも同様。パソコン、携帯電話からのログイン、ウェブサイトには、ジョイス運動 ID とパスワード、カラオケ店でのログイン、曲ナビには、曲ナビ用 ID、旧タスキ ID とパスワードを使用する。 クロスジョイス運動 F1 では、ファリサに対応した、かざして、ログインを使用することができ、電子マネーカードやお財布携帯に対応している、携帯電話、スマートフォンを極ナビに当て、ログインすることができる。かざして、ログインの登録も極ナビを用いて行うことができる。歌好きの玄関といえる、各機能、コンテンツにアクセスしたり、歌年齢、 歌ランキング、全国最点オンラインの総合順位ベストスコアなどのステータスを一覧することができる。楽曲検索などを使って歌いたい楽曲を登録する。1アカウントに対して最大200曲、歌、スキプレミアム登録者は最大600曲登録可能。足りなくなった場合は不要な曲を削除、前歌解除するか、もう1個アカウントを取得する。 現アカウントとは別のメールアドレスが必要。そして、歌好き対応カラオケ店で、曲ナビ、S からもかから歌好きに、ログインし、マイルーム、マイ歌を開くことで、事前に登録した曲が表示されそのまま予約可能。煩わしい選曲の手間を軽減できる。履歴も、マイ歌の一機能。個人ごとに、最大300曲、歌、好きプレミアム登録者は、 最大999曲の歌唱履歴が残り、そこから、前歌へ登録することもできる。なお、前歌や履歴ページは、ログインしていない場合でも見えるため、心配な人は設定で非表示にできる。フレンド、スコアも同時認定。個別の非表示設定は現時点では不。ブロードバンド環境を活かした、全国採点機能。歌すき会員同士が、各曲ごとに得点。 順位を競い合う。順位は1ヶ月ごとにリセットされる。ハイパージョイウェーブ以降の機種に対応している。同様の全国祭典としてはダム第一交渉のランキングバトルが挙げられるが、などの相違点がある。成績、得点、順位は自身のスコアページに記録される。1位を取ると金メダル、2位を取ると銀メダル、3位には銅メダルが進定。 表示され、分母が100以上の場合はトロフィーになる。なお、スコアページは、ログインしていない場合でも見えるため、設定で非表示にできる、前歌、履歴、フレンドも同時に隠蔽、個別の非表示設定は現時点では不可。順位は過唱中にリアルタイムで更新され、画面上部、ウェーブでは、右上部に、現時点の得点、順位などのテロップが表示される。ウェーブとクロスでは、 大まかな順位が表示され、1位の場合は、1位確定と表示され、以降、5位以内、10から90位以内、10位刻み、100から900位以内、100位刻み、1000から3000位以内、1000位刻み、位刻み3000位以外の表示になる。F1MAX では過小中も正確な順位が表示される。このほか得点の目安として、順位が近い人の得点、 基本的に10位以内であれば5位、20位以内であれば10位と一つ上の表示ランクに上がるための得点。自分が1位の場合は自分自身の得点とランキングに登録されている人数も一定時間ごとに表示される。また同じ月に同じ曲を2回以上歌っている場合でその中で一番点数が良い可能性がある場合は自己ベスト更新かもと表示される。 なお、F1MAX では歌唱中に、アバターが様々な動きをするようになったほか、順位が大きく上がった場合、一気にアップ、激しくアップの表示が出るようになった。現在、全国祭典オンラインは、ハイパージョイウエーブとクロス、全国祭典 GP は、ジョイスウンド F1 と、ジョイスウンド MAX で利用できる。姉妹コンテンツとして、グループで5曲を歌い、 その合計点を全国で競い合う、みんなで採点オンラインもある。ナイス選曲、ナイス熱唱、ナイスチャレンジなどの加算項目があり、選んだ曲や歌い方によって、加算点数が異なる。ランキングは1日ごとにリセットされる。歌唱中は、画面右上に点数メーターが表示され、1位に到達するのに、必要な点数が表示される。また、 歌唱中に1位が更新されるとそのことを伝えるメッセージが表示される。投票数順で毎月上位200位以内の曲をカラオケ化するサービス。配信が決定された楽曲はハイパージョイ V2 以降の機種、ハイパージョイウェーブクロスジョイスウンド F1 含むで歌うことができる新決定から2から3ヶ月が目安。当初はフレンド登録を申請。 承諾、拒否する用途にのみ使用されていたが、2007年11月からは受信ボックスなどが追加され、フレンド登録された歌好き会員同士でメッセージを交換できるようになった。2007年11月追加。こちらは共通の話題を持つ、不特定多数の歌好き会員との交流を目的としている。好きな歌手、ジャンル、話題などにより、様々なコミュニティが存在し、 会員は好きなコミュニティに参加、大会できる。2008年10月サービス開始。同サービスに対応したカラオケボックスで歌唱中の模様を動画として撮影し、さらにその模様をウェブにアップロードすることが可能。アップロードされた動画は、マイウタスキ動画内に保存される。保存された動画は原則として公開され、他のウタスキ会員からも閲覧可能となる。 後で非公開にしたい場合はウェブから非公開設定を行う。マイウタスキ動画内の動画は通常アップロードから2ヶ月で自動的に削除される、手動削除も可能。さらに、歌詞の大幅な改変や控除領属に反する映像など規約違反が疑われる動画を発見した場合に、ウタスキ事務局へ通報できる通報機能も備えており、違反と認められた場合は、 保存期限内であっても予告なく削除される。オーディション企画とも連動し、パソコンからオーディションに応募することも可能。2009年発売の新機種、クロスでは、自分の動画と他の歌好き会員の動画を、ミックス、並列再生させて、デュエットなどのコラボレーションを実現させる、コラボ機能などが追加された。また、2012年6月発売の新機種、 ジョイスウンド F1 では、コラボ動画が最大5つ、5コラボまで、可能になっている。ハイパージョイウェーブでは、セットトップボックス、ST-1 に専用カメラと本体を、接続するだけでは使用できず、別途セットトップボックス用のルーターを導入して、ウェーブ本体とは別にネットワークを蓄する必要があり、非常に煩雑であった。しかしクロスは、 セットトップボックスの機能を統合しネットワーク分離も不要となったため、すでにクロスを運用している場合は本体に専用カメラを属設定するとすぐに動画撮影が可能になる。ポイントサービス、ジョイポ開始に伴い、下記設定にはポイント、ジョイス運動 ID が必要となる。なお設定した動画がご操作や通報によって削除された場合も、 ポイントは変換されないので注意。上記のうち、配信設定及び、動画のコレクション登録については、今だけ、ジョイポ、ゼロキャンペーン開催中。として、サービス開始より2010年5月末現在に、至るまで、ジョイポを消費しないようになっていた。現在は、歌、スキプレミアムに登録することで、ジョイポを消費することなく、コレクション登録を行うことが可能。 2009年3月に開始されたポイントサービス。会員ごとにジョイポ通帳が与えられ、サービス利用などでポイントを獲得、使用することができる。ジョイスウンド ID が必要、パソコン、携帯電話で歌付きに入会した場合は、自動的に取得、歌付き以外のジョイスウンド ID 対応サービスへの入会でも取得か。ID 登録時にまず20ポイント、P が付与される。 以降は以下の方法、タイミングでポイントが加算される。他にも全国採点オンラインやキャンペーンへの参加でポイントを獲得できる場合がある。加算されたポイントは一例として以下のように使用可能。使用範囲は今後も拡大する予定。ポイントは仮ポイントと確定ポイントに分かれている。通常、期間限定ポイントは獲得した時点でまず、 仮ポイントとして加算される。この状態では使用できず、加算タイミングに到達した時点で確定ポイントに転換され使用可能となる。また、確定ポイントは以下の3種類がある。なお、最終加算、使用日によって未使用ポイントの有効期限が延びることはないので注意。有効期限が迫っているポイントは、ジョイポ通帳から確認できる。2009年11月開始。 髪型、服、靴など様々なアイテム要素を組み合わせて、オリジナルキャラクターを作るサービス。作成したキャラクターは、新機種、クロスの画面上、採点結果などヤマイーム、クロスと連携する、極ナビ、JR-200X と、ウェブサイトに表示される。また、プロフィール画像に、自分のアバターを指定することも可能で、この場合、歌すきランキングやフレンド一覧等、 歌好き全体で表示される。ジョイスウンド F1 では本人映像、アニメカラオケや一部の曲を除き、曲が始まる際にアバターが表示されるようになった。曲ナビ JR-300 での表示も継承されている。キャラクターに装着させるアイテムはアイテムショップで購入できる他、購入にはジョイっを使用、コンテストやキャンペーンに参加することでも獲得可能。また、 会員登録数の増加などを記念して、特別アイテムが配布されることもある。局ナビ用 ID だけでも、基本的なコーディネートは利用可能だが、ショップでのアイテム購入やコンテスト参加などで、ジョイポが必要な場合は、ジョイスウンド ID の取得が必要。アイテムのうち、クロスでは、アクセサリーと背景は、局ナビでは反映されない。 ジョイス運動 F1 ではアクセサリーに関しては一部の表示と曲ナビで表示されるようになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。